はい、今回もご視聴ありがとうございます。ゆきちのホームです。今回のテーマはおしゃれなグリーンショップということで、観葉植物に関する専門店で皆さんにおすすめしたいものを12選ご紹介させていただきます。今回ご紹介するのは観葉植物の専門店になります。インテリアショップに行っても観葉植物は置いてありますが、なかなか種類が少ない場合も多いです。なので今回は主に都内近郊で私がよく行っている観葉植物のショップについてご紹介させていただきます。今回ご紹介するショップの中にはオンラインの店舗も充実しているショップが多数ありますので、ぜひホームページチェックしていただければなと思います。今回の動画はこれからおしゃれな観葉植物を飾りたい、観葉植物を販売している、実際に専門店を探している、そしてオンラインショップで観葉植物を探したい、そういった方に対しての動画になります。ゆきちのホームではブログでも住宅インテリア関係の様々な情報を発信していますので、ぜひそちらもチェックしてみていただければと思います。はい、まず一つ目のショップが清澄白河に位置するザ・プラント・ソサエティ東京になります。こちら本社がメルボルンにある国際的な会社になります。日本ではまだ店舗がこちらだけのショップになりまして、観葉植物であったりサボテンであったり様々な品種を取り扱ってます。後日こちらのショップに関しては別動画で詳しく店内動画を交えながらご紹介させていただきますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。ショップの特徴としては、まず日本ではここでしか買えないプランターが多数あります。あとはデザインが海外でできているものなので、結構日本に置いてあるものとまた個性が違うものが多いです。あとは取り扱いの商品品種も多数で、実際の店舗も結構大きいので見応えがあるショップです。あとこちらオンラインショップも充実しているので、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。店内がこういった雰囲気になってまして、所狭しに観葉植物が展示されています。実際にハンギングされているものも多く、自宅で飾る際の参考になるかなというふうに思います。プランターに関してはこちらのようにラインナップがとても多いです。実際にオリジナルのプランターも多数あるので、日本ではここでしか買えないものも多いです。オンラインショップはこちらのような雰囲気になっています。観葉植物であったりプランター、あとは観葉植物のケア用品についても販売されています。ぜひこちらもチェックしていただければと思います。はい、続いてが練馬の尾崎フラワーパークになります。こちらは都内でも最大級のサイズの買える植物園とも言われていまして、ジャングルのように観葉植物が生い茂っています。その中から自分の好みに合うもの、デザイン、サイズ感を探していただいて、いろいろ探検のように店内を巡っていただくのも楽しいかなというふうに思います。店内はあらゆる品種が置かれていまして、観葉植物だけではなく花の苗まで販売されています。こちらのショップ、品種もかなり珍しいものも置いてありまして、店内のサイズ感、あと品種に関しても国内屈指の品揃えになっています。店内には卓上サイズから床置き、あとは庭でシンボルツリーのように使えるサイズ感まで、様々な品種サイズ感が揃っています。オンラインショップはこちらのような雰囲気になっています。こちら現物購入になっていまして、観葉植物樹形が個体差があって少しずつ違うものが多いです。なので気に入った樹形を変えるというところもこちらのショップのメリットになっています。はい、続いてが丸の内にあるガレージ東京というショップになります。こちら店舗としては東京だけではなく、横浜であったり名古屋に店舗を構えているグリーンショップになります。かなり都会的な雰囲気があるのではないでしょうか。こちらのショップのコンセプトとしては植物と暮らすということで、サイズ感として家で飾りやすいものが多い印象があります。こちらのショップ、ガレージ、ラスト、ノニという3つのブランドに分かれていまして、それぞれで実店舗を構えているので、ぜひホームページでチェックしていただいて、近くに店舗があるか探していただければなと思います。このガレージは丸の内にあるとは思えないような店舗の広さをしています。都内に買い物に出かけたついでに寄れるようなショップになりますので、その点もおすすめです。店内には小さな植物だけではなく、床置きできるような、すぐに家に飾っていただけるようなサイズ感もあります。なのでこれから育てていくっていうよりも、今すぐ家に大きなものを飾りたい、そういった
た方にもおすすめのショップです。あと特徴としては卓上で楽しめる植物も多く、こちらのように卓上で飾っていただけるようなサイズ感、品種も様々ですし、樹形もかなり個性があるもので可愛い雰囲気のものが多いです。まあ、こちらのショップアパレルも取り扱ってますので、本当に買い物ついでに行けるようなラフな雰囲気のショップになっています。はい、続いてが武蔵小山のトランシップというショップになります。こちらは以前私が YouTube の動画でご紹介させていただいたショップになります。こちら緑園社という商業施設のグリーンを手掛けている会社がショップを運営してまして、まさにプロが運営する高品質の植物を集められたショップだなというふうに思います。そしてオリジナルのプランターもこちらのようにありまして、モルタル調のプランターになってまして、サイズ感がいくつかありますし、どことなく丸みを帯びたシルエットが都会的でおすすめです。こちらのショップ店員さんもかなり観葉植物に精通してますし、家で飾るものを探す時もそうですが、結構こちらのショップはギフトとして買われる方も多いようで、植物をあげたい相手に対してどういったものがいいのかわからない場合に相談に乗っていただけるようなショップでした。店内はそこまで大きくはないんですが、限られたスペースの中で結構いろんな種類が飾ってある印象です。あと植物たちは全て生き生きしてまして、さすが観葉植物のプロ集団が手掛けてるショップだけあって、品質がとてもいいものが多く揃っています。はい、続いてが南青山の店舗で、ソルソパークというショップになります。こちら南青山にあるとは思えないような施設で、公園と併設している開放的なショップになります。このパーク内には公園であったりカフェであったり、いくつかの施設が混在しているような空間になっています。とても開放的ですし、公園に行きたい、そして観葉植物もついでに見ていきたい、そういった活用方法もできる点がおすすめです。併設されているカフェがこちらのようになってまして、アーバンパークコーヒーロースターというコンセプトになっています。都会的でありながら倉庫の跡地をリノベーションしているので、インダストリアルな雰囲気がとてもインテリアとしても素晴らしいカフェになっていました。店内がこちらのような雰囲気になってまして、結構広い店舗ではあるんですが、所狭しとプランターが並んでいます。まあ、こちらのソルソという看板、とてもアイコニックで可愛らしい雰囲気がありました。店内はどことなくポップな雰囲気もありながら、都会的な雰囲気もありながら、とても居心地のいい空間になっていました。そして商品展開としてはハンギングの植物も置いてありますし、エアプランツなども揃っています。サイズも様々で個性も様々な植物が並んでいます。品数もかなり多いので、南青山あたりに遊びに行きたいなというふうに思っている方にはおすすめのショップになります。はい、続いてがこちら千駄ヶ谷のアラヘアミというショップになります。こちらはそこまで大きくはないショップになるんですが、まあ、かなり厳選されて植物を選んでいる印象があります。観葉植物であったり鉢、あと園芸用品、あとは観葉植物にまつわるアイテム、ケア用品が揃っています。実店舗の他にはオンラインショップもかなり充実しているショップになります。まあ、こちらコンパクトな店舗サイズなんですが、こちらのように棚を使って2段にして観葉植物を飾ってあったり、床置きできるものから卓上に飾られるもの、あとは屋外のシンボルツリーに使えるサイズ感までラインナップされています。まあ、こちら美しい樹形ということで、かなり個性豊かで厳選されている観葉植物が多い印象でした。なので同じ品種がいくつも飾ってあるというよりは、一点物をたくさん集めているような印象があります。まあ、こちらグリーンアイテムということで、観葉植物以外にはプランターであったり霧吹きであったり、まあ、観葉植物を元気に育てるアイテム、そういったものも揃っています。オンラインショップはこちらのような雰囲気になってまして、価格帯としては安くはないんですが、プランターと植物セットで販売されてまして、家に届いた瞬間にもうすぐにインテリア映えするアイテムとして飾っていただけるものが多数揃っています。はい、続いてが日本橋の兜町に位置するモスというショップになります。こちらはかなり都会的なショップになりまして、複合施設の景色という商業施設の中に位置しています。
この景色なんですが、ギャラリーであったりワークショップ、あとレストランも内設されています。そういった施設の中にグリーンショップが配置されているようなものになっています。館内にはかなり多く観葉植物が飾っていまして、レストランからこのグリーンショップまでの流れもどこが店の区切りかわからないような雰囲気になっています。日本橋といえばデパートであったり他の商業施設がかなりありますので、そういったところに行くついでに見に行けるショップなので、気軽に足を運べる方も多いのかなというふうに思います。こちらのショップは商業施設の装飾などを手掛けるヤードワークスという会社が手掛けているショップになります。なので展示の商品もどことなく商業施設に飾ってありそうなかっちりしたものが多かったです。プランターと植物をセットで買えるものも多く、買ってすぐに家でインテリア映えするアイテムとして飾れるところもおすすめです。まあ店内であったり商業施設、かなり都会的な雰囲気で洗練された印象がありました。その中に観葉植物がたくさん飾ってありまして、その中にさらに商品がある。取り扱っている商品はプランターと観葉植物がセットのものが多く、プランターと観葉植物の相性がとてもよく合わさっていました。洗練されている商品がとても多いなという印象があります。はい、続いてが小岩のワールドガーデンというショップになります。こちらもかなり大きなショップになります。まあ、こちらのショップ、目利きの職人たちが選定した良質な植物が揃うショップとして有名でして、観葉植物の種類もそうなんですが、品質であったり樹形もとても整っているものが多かったです。店舗はこちらのように2フロアになっていまして、かなりの大型店です。 1,2 階あるんですが、所狭しと観葉植物が並んでまして、一つの品種でもかなり多くの展示数があります。なので同じ植物でも樹形が違うものから自分の好みで選べるというところもポイントです。まあ、今まで観葉植物のショップいくつか行きましたが、特にこちらのショップは大きなサイズのものが多いです。15サイズの鉢に入っているものも結構多く販売されていまして、大型の観葉植物を探している方にもおすすめのショップです。まあ、こちらのショップ、ショップ店員さんの親切さも好評のショップで、育て方であったり、観葉植物どういったものを買えばいいかわからない、そういった場合に親切に相談に乗っていただけるということで、そのあたりの親切さもかなりおすすめのショップになります。はい、続いてのショップが渋谷のフーガというショップになります。こちら1990年代にオープンしてから、まあ、今までこの都会のど真ん中でずっとこう営業してきたショップなので、この数十年間ずっと人気をキープしてきた観葉植物のショップになります。こちら観葉植物だけではなく、フラワーデザイン、ブーケであったりお花を買いたいという時もおすすめのショップになります。まあ、こちらのショップは品数というよりも厳選された商品がとても多いです。あとは大小様々なサイズ感が揃っているショップになります。その他にはプランターであったり観葉植物をインテリア映えするように飾るためのアイテム、例えばコッコヤシパウダーなどもラインナップされています。店内装飾もかなりこだわられていまして、おしゃれだなというふうに思っています。こちらのように木質を感じるもの、あと観葉植物、これは相性がとてもいいです。家に帰ってディスプレイする時のアイディアも与えてくれるようなショップになっています。こちらにはボタニカルな雰囲気のハンギングするアイテムも揃っていました。こちらのショップ、プランツそしてフラワー、2つのカテゴリーでかなりしっかりした商品展開をしています。どちらも妥協することなくハイクオリティのものが置いてあるショップになります。はい、続いては清澄白河に位置するラフというショップになります。こちらもフラワーとプランツ両方展開しているショップになります。実店舗で商品を買えるほか、ネットではブーケなどもオーダーできますので、ブーケをオーダーしたい、あるいは家に欲しいという方にもおすすめのショップです。店舗に行きますと卓上にぴったりなサイズ感、そしてかなり小さな植物も揃っていました。まあ、大きな植物だけではなく、こういった小さな植物、窓辺に飾っていただけるようなサイズ感もおすすめです。
まあ、商品展開の特徴としては結構ユニークで珍しいバナナの木まで取り扱っています。変わった品種を探している方にもおすすめのショップです。まあ、こちらにはフラワーがかなり多くラインナップされていますし、枝物、ドウダンツツジなども存在感があるショップでした。植物の他にはフラワーベースも結構センスがいいものが揃っている印象がありました。陶器であったり木質などの素材感を感じられるプロダクトが多いという点もおすすめのポイントです。はい、続いてが二子玉川のソルソホーム二子というショップになります。こちら二子玉川の蔦屋花膳の中にあるショップになりまして、都会的でかなり洗練された空間になっています。二子玉川も商業施設などが多いので買い物に行く方も多いのではないでしょうか。そういった時についでに寄れるショップになっています。あとはこちら先ほどご紹介させていただいたソルソパークの系列店になりまして、オンラインショップもかなり充実しているので、そちらを見ていただくこともお勧めします。このソルソホームのコンセプトとしては毎日の生活に緑を取り入れるというところで、とても飾りやすいようなサイズ感が多かったです。床置きなり卓上サイズなり、家で飾るということをしっかり考えられたプランターであったり植物の樹形サイズ感だなというふうな印象があります。なのでボタニカルな雰囲気のハンギングする植物であったり苔玉、あるいはエアプランツ、あとは卓上に置けるものではガラス製のフラワーベースなどに飾ってあるものなど、結構飾ることを意識して商品展開されているところもインテリ映えするアイテムを探している方におすすめのショップです。オンラインショップはこちらのような雰囲気になってまして、植物であったり肥料、あと土、プランターまで幅広く商品展開がされています。価格帯としてもそこまで高くなくて買える商品が多いので、コストパフォーマンスがいいという点もおすすめのポイントです。はい、続いて最後のショップがこちらも二子玉川に位置しているプロトリーフガーデンアイランド玉川というショップになります。まあ、こちらの特徴としては店内が2フロアあり、都内ではかなり屈指の大型店になっています。あとは植物の販売だけではなくガーデニングのプランも行っているショップになります。なので店舗自体かなり知識と経験が豊富なショップだというふうに言えます。家に帰ってどのように植物を飾りたいか、そのような相談にも応じてくれるので、どういった植物を買おうか悩んでいる方にもおすすめのショップです。店内に入りますと熱帯系の印象がある植物が多かったです。なんですが日本の気候にしっかり合わせて育てていける品種をしっかり選定していますので、まあ、そういった商品の選定もしっかりしているというところで安心して購入していただけるショップなのかなというふうに思います。まあ、店内は2フロアあってかなり広いです。その店内にぎっしりと植物が展示されていますので、たくさんの種類、そして同じものでもたくさんの品揃え、自分の好みに合った品種樹形を探せるというところもおすすめのポイントです。そして品種もかなり多いので、今まで自分が知らなかった植物に出会えるというところもおすすめのショップになります。まあ、ラインナップとしては最近の流行りをしっかり抑えてまして、エアプランツも揃ってまして、卓上で飾れるようなサボテンも多数ラインナップされていました。まあ、こちらのショップ品揃えがかなり豊富なので、たくさんのものから自分の気に入るものを探したい方におすすめのショップになります。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今回はおすすめのグリーンショップということで、主に都内近郊のショップをご紹介させていただきました。中にはオンラインショップも充実しているショップがいくつかありましたので、そちらもチェックしていただければと思います。今回ご紹介したショップはブログでさらに詳しくご紹介させていただいてますので、そちらもぜひチェックしていただければなと思います。これからも住宅インテリア関係の様々な情報皆さんに発信していきますので、見逃さないようにチャンネル登録、あとはコメント、いいねボタンもたくさんお待ちしてますので、これからもよろしくお願いします。